開発協力、特に村落開発とか直接住民を相手にするような援助の場合が多いんですけども、そういう場合の外部者の役割について考えてみたいと思います。ここでいう外部者というのは援助の対象になっている当事者以外の人すべて、日本から援助に出かける人もそうですし、現地の政府職員とか NGO 職員とかそういった人をすべて含みます。要するに対象となっている住民以外の人はすべてここでは外部者というふうに呼んでおきます。で、外部者が一体何をしたらいいかっていうことですね。で、そういう村落開発のような時に考えなきゃいけないのは、もちろん持続性であるとか、そういうのがポイントになってくるわけですけども、住民の主体性を最大限に生かすような支援の仕方にならないと、外側からの一方的な援助で終わったりとか、援助が終わったらそれで全て何もなくなってしまうとか、そういうことが起きるわけですね。で、主体性が確保できていれば、次々に住民が新しいことにチャレンジして、で、自分たちで切り開いていくっていうことが次第にできるようになってくるわけです。で、そういう住民の主体性を前提とした援助の組み方ですね。主体性をまず考えなきゃいけない。主体性を前提にするっていうことですから、決定権は住民にあるということです。よくあるのが、例えば、ある団体がある地域で有機農法を指導したというふうにします。で、有機農法を指導するっていう団体の方は、実際にそこの人たちに有機農法を採用してほしいと思ってやってしまうんですね。で、援助が入ってきましたっていうと、住民の側はどうしたって援助に対して期待するものがありますから、こちらがやってほしいといったことを受け入れる傾向が強いです。よほど負担にならない限りは、トータルとして援助を受けられるんであれば、あなたたちの言うことも聞きましょうという形で援助側の提案を受け入れることが多いんですけども、その場合に果たして住民が例えば有機農法なんかを合理的なものだと判断して採用していいかどうかというと非常に疑問が残るわけですね。だから、そうなような形でやっていくと、住民が、援助団体がいる間は住民がそこで実際にやってますけども、援助団体が引いた後、援助団体は住民が始めたと思ってるわけですけども、住民は援助団体がいなくなったらすぐに辞めてしまう可能性が高いわけです。なぜかっていうと、そこでは住民の主体性が発揮されてないから。これ逆の意味で発揮されてると言えるわけですけども、要するに援助団体の価値観に合わせれば援助がいただけるっていう意味では主体的に考えているわけですけども、有機農法なら有機農法っていうものを主体的に受け入れているというわけでは決してないわけですね。こういう例えば特定の技術みたいなものを導入する場合に重要なのは、相手の主体性を最大限尊重しようとすると、外部者にできることっていうのは選択肢を提供することしかできないです。住民が例えば既存の農法と比べて新しく導入される農法にはどのようなメリットがあるのか、デメリットがあるのかということを考えた上で、私は採用します、採用しません、あるいはちょっと試してみましょうとかっていうことを決められるような選択肢ですね。そういう形で導入されるんであれば、主体性、住民の主体性をの発揮できる余地っていうのは最初からそこにあるわけですけども、多くの団体はそうではなくて、何らかの手段を用いて、よくインセンティブをつけるとかっていう言い方をするわけですけども、何らかの動機づけを行って特定のことを受け入れさせようというふうに動いてしまいます。で、そういう形でやっている以上は主体性は育ちません。住民が主体性を発揮しないということですね。じゃあ外部者の役割、今言ったのは、一つが選択肢としての技術ですね。住民がある技術を受け入れるかどうかっていうのは住民自身の判断に任せる、要するに選択肢として技術を提供していますよということを外部者がちゃんと認識できるんであれば、住民はより広いオプションを持つことができるわけです。で、今ここでオプションという言い方しましたけども、実は外部者にできることっていうのは、住民の主体性を前提にすると機会の提供なんです。
技術を紹介したら、それを住民が検討する機会というのが生まれますね。あるいはこれはうまくいくんじゃないかと思ったら、それを試す、チャレンジする機会というのが生まれます。したがって技術を教えるっていうのも機会の提供になりうるわけですね。で、役割としては、外部者の役割としては、ここでは技術を提供するところまで、相手にそれをやらそうとしてしまったらそれはアウトになるわけですね。で、そういうふうに考えていくと、機会の提供っていうのには実はいろいろなものがあります。で、最近よくあるのが、例えばマイクロクレジット。マイクロクレジットはお金を貸すわけですけども、これどういうことかっていうと、これは資本金、わずかな資本金が入ることによっていろんなビジネスを試す機会が生まれるわけですね。マイクロクレジット、特にグラミン銀行みたいなあのやり方っていうのは、目的が紐付けされてません。借りた人は自由に、何に使うか、どんなビジネスをやるかということを決められるわけですけども、このマイクロクレジットなんかですと、要するに提供しているのは機械なんです。これは資本、少額の資本という機械ですけども、それを提供するのがマイクロクレジットですね。で、次に例えば PRA っていう、まあ、参加型のアプローチがあります。パーティシパトリールーラルアプレイザルですね。で、これはまあ、一般的には、ワークショップスタイルでやることが多いんですけども、資格化されたツールを使って、その地域、コミュニティのメンバー、誰もが何をしているかっていうのが分かるような形でワークショップを進めます。で、そこで何をやってるかっていうと、文字を使わないようなアプローチですね、をやってるっていうことは、文字を読み書きできない人たち、あるいは地位が、社会の地位が低くて、手を挙げて発言したりなんかできない人たちに対して、ゲーム感覚的に見て何をやってるか分かるようなツールを使って、その人たちが分析に参加したりとか、あるいは何らかの形で自分の意思表示を行ったりとか、っていうことができる機会を提供しているのが PRA です。だから PRA のトリックっていうのは、やはり機会の提供なんですね。その機会が技術でもなければ、お金でもなければ、それは自分が何かやってみる、自分が表現すると、そういう機会を提供しているのがPRA なんですね。で、もっと違うタイプの機械っていうのは、いわゆるインフラ。参加型開発なんかとは随分遠い考え方と思われがちなんですけども、例えば道路を建設する、マーケット、市場の建物を建設する、そういうことをすると何が起きるか。それまで道路が悪くて、町の市場に物を出せなかった農民が自分たちの作物を出せるようになる。あるいは場所ができて、そこを使って物を売ることができるようになる。で、そういう、もちろんうまく考えられたインフラが整備されることによって、住民はいろんな流通だとか販売だとか、そういった機会を手にすることができるようになるわけですね。したがってインフラ整備でも住民に対して機会を提供して、住民の自立とか自主性とかにつなげるっていうことは十分可能なわけです。ですから外部者の役割は機会を提供すること。やり方はいろいろあります。でも重要なのは、インフラにしろ、 PRA にしろ、マイクロクレジットにしろ、技術移転にしろ、自分たちは機会を提供するんであるだっていうことをきちっと認識する。相手、決定権は相手にあるんだ。自分たちはあくまでも機会を提供するんだということを認識してやらないと、自分たちの都合に合わせて住民を動かそうとしてしまいます。そうなると、もう自主性とかなんとかっていう話は飛んでいってしまって、援助が引いたら元の木阿弥と。